吉田さん、人工知能との対話、ディベートですよね。これっていうのはね、ディベートのスキルも必要なんですけども、それに慣れてくるとかなり面白いキャッチボールができるんですよ。まあ、それこそ人間と会話するよりも数千倍面白くなってくると思います。えー、もちろんね、人っていうのは不合理な結論を出してみたりとか、思い込みとかね、勘違いから、なんかトとんちんかんなことを言ったりするっていうようなイレギュラーがあるんで面白いところもあるんですけども、これは実はね、AGI にもあるんですよ。 の, AI の仕組みにも、ね、でいろいろとねコミュニケーションしているとその AI の仕組みが勘違いしたことを回答してくることがやっぱりあるんですよねだからそれを前提に同じことでも別の聞き方をしてだん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 こう外堀を埋めていって、えー、微調整していくっていう作業がこっちで必要なんですよね。まあ、これよく言われることなんですけども AI に聞いたからといって、えー、正解がねすぐ出てくるわけではないよっていうことなんですよ。 うん、だからその辺がなんか人間っぽいところ残ってるなっていうのと100、100%正解に結びつくわけではないなってことなんですよ。具体的なことを申し上げますと、まあ、私の住まいのね、一番近くにある、歩いて20分ぐらいのところにある駅があるんですけども、その駅は今無人駅でね、まあ、規模としてはすごくちっちゃいんですよ。ただ100年ぐらい使われていたらしいんですよね。で、その駅に、あの、 駅弁がありますかっていうふうなあの質問をしたことがあったんですけども駅弁は去年まで、えー、販売されてましたっていうふうに回答が出てたんですよでこれ一見ねその駅を知らない人だったらああ去年まで駅弁出てたんだって思いがちなんですけども駅弁が出ていた事実なんてのは私が生きている40年50年の間に一回もないんですよね、まあ、そもそも駅弁を作るような仕組みとか厨房とかないですし販売店が入るような規模の駅ではないんですよ でもそれでももし駅弁が販売されていたとすると多分移動販売車みたいなのが来てそこからこうやってエッチラオッチラと下ろしてここでね駅弁スタイルみたいな感じでしてそれが駅のホームにその係員さんが出ていて売ったってことはあるのかもしれませんけどそれにしても去年どころか10年前20年前30年前まで駅弁が売られていたってことはなかったんでそれは事実誤認だなと思うんですよね、えー、だから同じ駅名で、あのー、検索したりとかね同じ駅名で他に 同じようなねシチュエーションの域があるかなと思って何回も何回も何回も別の角度で聞いてみるんですよつまりこれ人に対話する時にあのあれこの人の考えおかしいなと思ったら別の聞き方をしてで他の前提を変えてみてみたいな感じでね、えーまあ、聞き込んでいく対応をもっともっと繰り返していくってことにも近いと思いますけどもね、えー、そうするとだん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 輪郭がはっきりしてきて、えー、まあ 回答がが一致すするるみたいいいなななこととあるんじゃないかなと思いますだからそういうのもね、今ね、あの情報収集の一部として集めてると思うんですよね。うん、だから人間も勘違いを繰り返して、だんだんと回答がね、静着なになってくるように、AI も最初っから全回答、全正解じゃなくって、やっぱり思い違いをしているところとか、うん 何クロール間違いですよね。インターネットの世界の中にある情報をこう、探っていくとクロールって言って、それを行う仕組みのことをクローラーって言うんですけども、そのクローラーも進化するために人との対話を繰り返していくってことじゃないかなと思います。え、対話を繰り返して繰り返して繰り返していくと、インターネット上に 上げててくれている情報もどんどん更新されていってその更新のより精度の高い方を選択してくれるようになるんで AI の回答ももっともっと洗練されるものになるのかなってところですよね。